ルーカス・ニコラス・アラリオは、アルゼンチンとスタド出身のサッカー選手。アルゼンチン代表、バイエル・レバークー全所属。ポジションは FW。サンタフェ州とスタドに生まれ、地元の CA コロンで選手となった。2011年6月11日に行われた、プリメーラディビジオン、アルセナル FC 戦で59分に、クリスティアン・ラウール・レデスマに変えて、 途中出場し初出場を飾ったものの、試合は0から1で敗れた。初得点は2014年3月22日に行われた CA、ティグレ戦で4分に PK を決めてのものであった。2015年5月12日のデフェンサイフスティシア、戦では彼が2得点を決めて2から3、このシーズンのアウェー初勝利に貢献した。2015年6月26日、 同じプリメーラディビションの競合、CA リーベルプレートに4年契約で移籍。移籍金は225万ペソ。7月11日の CA テンペルレイ戦の60分に、フェルナンド・カベナギに変えて投入、リーベルプレートでの初出場、試合は1から1の引き分けとなった。11日後のコパリベルタドーレス2015準決勝、クラブグアラニー戦でも途中出場し、 タバレビューデスからのパスをゴールに流し込んで、アウェーで一から一の引き分けに試合を持ち込んだ。二0 0 0計で三から一としたリーベルプレートは、コパリベルタドーレス九百九十六以来の決勝進出を果たした。八月五日に行われた決勝第二試合では、スコアレスのまま前半を終えるかと思われた四十四分に、レオネル・バンジョーニからのクロスをゴールに流し込み、先制点を挙げ、 合計3から0でウォンル、ティグレスを下し優勝した。国際大会でのタイトルをものにした18日後、エステュディアンテスデラプラタとの一戦で2の1と敗北を、喫した上に彼は退場処分となった。その一方で9月6日には、CA ヌエはチカゴ相手に、アウェーで、ハットトリックを決めて、リーグ初得点を飾る活躍を見せた。10月31日には55分に、 ニコラス・ベルトロと交代し、CA、ベレス・サルス・フィエリドから得点を奪って勝利した。12月16日には、FIFA クラブワールドカップ2015のサンフレッチェ・ヒロシマ、戦に出場、スコアレスで喫光した試合で、ヘディングから得点を決め、彼の1点で、ヒロシマを下した。4日後に行われた FC バルセロナとの決勝戦では、フル出場したものの3から0で敗北した。 2016年8月25日には、レコパスダメリカーナ2016第2試合で、決勝点を決めて、国際タイトルをもう一つ獲得した。2017年夏の移籍市場で、ブンデスリーガのバイエルレバークーゼンに移籍した。しかし、所属しているリーベルプレート側が獲得を誇示していたこともあり、フィファをも巻き込む事態となった。2016年8月12日、 2018FIFA ワールドカップ南米予選を戦う A 代表に初招集された。同年9月1日のウルグアイ代表との試合で後半26分から出場し代表デビューを果たす。2017年6月13日のシンガポールとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。